回せる？はい、スタート。はい、もう乾燥が最近ニュース見てたらなんかもう湿度20何パーセントって言っててもうやばいよ。はい、こんにちは、清水直之です。今日はちょっと遅くなりましたけども、吉田監督が就任しますか。はい、ちょっとそれについて、まずは改めて見解を。はい、そうですね、はい、まずはね、就任おめでとうございますということと、実は僕宮崎行ってたんですよ。はい、で、そこにもちろんマリーンズも来てたから吉井監督にも会ってちょっとだけ顔を合わせる時間があって、まあ、ご挨拶させていただいて、ほんで帰ってきて次の日ですよね、だから19日かな、19日にとちょっと違う局っていうか、の仕事でマリンスタジアム行って吉井監督にインタビューを30分ほどね、させていただきました。はい、まあ内容はね千葉テレビでね流れるんですけど、先出ししたらまた千葉テレビの人怒られるかもしれないけど、まあいい機会でね、吉井監督とも僕は現役でも1年やらせていただいて、でコーチ、僕がコーチをやってる時に吉井監督も1年一緒にやらせていただいて、で、まあ、会話の中でちょっとお話ししたのはやっぱり吉井監督コーチの時も一緒にやられた時に、まあ、コーチ業としてね、はい、何が必要なのかみたいなところを少しお話しさせてもらった時に印象的だったのはやっぱりこう選手をしっかりと見る、観察するっていうところを、おっしゃってて、で僕も本当にその通りだなと思ってて、いい距離感でまず選手を見てね、選手に対してどういうアプローチがいいのかっていうのを、まあ、見極めていくっていうのが、まあ、コーチ業だっていうところにすごく僕も共感をしてまして、マリーンズで2年間コーチ業でね学ばせてもらったこともあるんですけど、本当に吉井監督はコーチ歴が長くて、で、まあ、ピッチングコーチが長かったんですけど、本当にこう選手 との距離感をすごく大事にされてる方だなっていうのがありました、はい、で監督として、吉井監督そのコーチに求めるものは何ですかっていう質問もね僕させてもらって、で、吉井監督もやっぱりコーチにはそれぞれこう選手に合ったものをその探してほしいっていうようなことをおっしゃってたので、全体としてそういう話をこう30分ぐらいいろいろ聞いてると、すごい温かい感じなんだなっていうのはすごい感じましたね。なんか今の時代ね、あれあれこれあれみたいな感じで思う、俺はこう思うからもうこれなんだっていうことよりも、まあ、選手たちがいろんなものをこう今吸収できるようになってるでしょ、この YouTube でも そうだし、まあ、ただ僕あんまり技術的なこととか参考になることをあんまり言ってないから、この YouTube は学生が野球上手くなるとかに全然適してないかもしれないんですけど、いろんな YouTube あるじゃないですか、中でねみんないろんな情報持ってるからやっぱりいろんなことやりたくなるんですよね、だからそういうのも吉井監督は選手たちはそういう今状況に今こういうねあの風になってるから、コーチもやっぱもっと勉強したりやっぱり今までの経験があるけど、まあ、うまくねやってほしいなみたいなこと言ってました。なんかすごいなんかアットホームな感じが吉井監督からね僕はして、あマリーンズらしいなと。で、まあ八木沢監督からの、ピッチングピッチャーの監督なんで、まあ、エチリ監督さん いましたけど、まあ両方ねやられててピッチャー1年だってほとんど野手だったので、まあ、そう考えるとしっかり投手としてっていうところでは久々の投手監督ってことで僕はすごい期待してますね。これね前の動画でもね言いましたけど、やっぱりこうそういうのが あっていいなというふうにね、思いました。はい、っていうとよくまさにニュースで、佐々木朗希投手を育てたと、その話も言ってたよ。はい、それどう思いますか。その、はい、言ってたとかな、はい、おっしゃってたよ。はい、そのニュースになるじゃん。だから監督になったんじゃないかとかこう噂。ああ、はい、でも、はい、佐々木朗希に関しては。はい、やっぱり吉井監督が投手コーチの時からちゃんとプランを持ってやってきて、さあ4年目を迎えるわけじゃないですか、来年佐々木朗希に対してその4年目を迎える時にもう吉井監督には来年からはこうしていくっていうプランを僕聞いてきました、聞いてきました、ここで言わないですよ。
はい、言ってほしいの言った方がいいの、まあ、触りをね触り、はい、ちょっと、はい、触り、はい、どんなこと言ったのかなっていう、はい、いやいや、やっぱり、ね、ファンの皆さんも、はい、もうそろそろ、はい、もうそろそろ、おいおい、また80球で変わるのかとか、ま、マッシュしてそう、あれって、はい、なったから、まあ、来年に対して佐々木朗希っていう投手に対してビジョンを、お聞きしたら、行きますよと、もうフルで、球数制限も少しやっぱこうね、話して、もちろん期間がね空くことは、これね、僕はまあ今のプロ野球でローテーションピッチャーでもなんか10日1回ね抹消して開けたりって、うん、まあ、やってるので、これは佐々木朗希だけではなくて、はいはい、例えばまあベテラン投手と若手投手、はい、ちょうどこの間のバリバリはもう外さずね、うん、ぐる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 回していいと思うんですけど、あ、まあ、ベテランとかまあ本当若手の育成がちょっとこうね入ってきて、まあ吉井監督のちょっと言葉を借りれば見習い、うん、でローテーション見習いみたいな投手に関してはやっぱり1回抹消とかっていうのあるんで、その今までね吉井監督の言葉を借りれば佐々木朗希先発投手の見習いみたいなところでローテーション見習いやったのがちょっと上がったかなっていうような言葉をおっしゃってました。はい、なので登板回数ももう今年よりも増えると思います、僕は。はい、試合数も増えて球数も少し伸びてくるというふうに僕は来年、見てます。なのでね、朗希がね、まあ、もちろんこと2桁勝って、まあ、少し伸びることと登板回数が多くなることで、まあ、今年ちょっと恵まれてない試合がちょっと多かったから9で止まりましたけど、まあ、15ぐらいまでは軽くいってくれるんじゃないかなと思います。ちゃんと回れば、はあ、まあ、もちろん得点能力をね、うん、マリーンズ上げない と、はい、難しいと思うけど、うん、試合数がね24、まあ、24はね投げてほしいんですよね、はあ、うん、だから143試合でやっぱり24回って、まあ、フルなんですよね、ちゃんと中6日なんで、だから24を投げれれば、まあ、普通にその勝率で言えば7割ぐらいは絶対超えてくると思うので、あのピッチャーは、まあ、僕なんてもう5割超えたらラッキーみたいな感じ思ってたから、勝率やっぱ7割5分ぐらい来るともちろんね、最高勝率もあるし、最高勝率ってないっけ今タイトルもうなくなったのかな。あるよね、最高勝率って13勝以上の勝率ね、あるから、もう全然そんなタイトルも全然絡むと思うし、うん、なんかそういう風に思ってます。まあ、ローキに関してはね、うん、あとなんか注目する投手も一人聞いてきたんで、はい、うん、ここで言わないですよ。なるほど、ここで言わなかったらどこで言うねんって話ですけどここで言わない、まあまあテレビでね、いや、この動画の、はい、まあ、後半の方に言おうかな、はいはい、もうやっぱね、僕聞いた中で、はい、監督にね、はい、その新しく就任した監督に、はい、その注目してる選手、期待してる選手いますかって聞くけど、うん、答える側からしたら、うん、いや、みんな横一線ですよっていうのが普通じゃん、はい、まずは、はい、普通、うん、だし、やっぱそう言っておかなきゃいけないみたいなのもあるやん、はい、選手もね、そう、選手もね、考えたら、うん、でも一人ね、そのちょっとお願いしますじゃないけど、ちょっと聞いてきたんですよ。へー、はい、言っていいんですか、それ。言うたらあかん、言わへん言わへん僕の独自のチャンネルで言うか、これしかないやん。何を見たらそれを知れるんですか。何を見たら、この動画を最後まで見たら最後にちっちゃな声で言うわ、うん、聞こえるかどうかっていうぐらいの声で言うわ、うん、そうそう、でもやっぱり吉監督もいろいろね考えてることが終わりで、やっぱりもう2、3回聞いた言葉は、うん、頭使う考えるって、もう考える考えてる考えてる、頭を使うっていうことはすごいおっしゃったんで、まあ監督業ってそうっすよね、まあ頭使うよね、試合が始まるまで、試合中、試合終わっても次のね、その日の試合の反省とかさ、でもう反省したら次じゃあ明日どうしようとかさ、いろんなものがこうずっとあるから、だからちょっと聞いたの、吉井監督運転するんですかって聞いたんです、うん、もう僕危ないと思ってて、そうやっぱりね、試合であーってぼーっとして高速をね走るんですけど、千葉から、まあ、都内に帰る人も、まあ、千葉に帰るの、まあ多分高速とか、はい、夜の道とかも危ないから、吉井監督この運転されますかって言ったら、今するけどちょっとそれも考えてるんだってことをおっしゃってました。そうそう、やっぱぼーっとするもん、そう、僕も、まあ、監督業ほどじゃないけど
先発で打たれて帰りボーっとしてあーとかってあってハッとすることとかあるもんね、危ないから。うん、であったのは、まあ、僕の話したら投げたで帰りわーって運転したら足がおー足つったとか危ないってそうなるから運転するの危ないんじゃないかなと思って。またそうですね。そうそう。で、まあ、僕はあの選手の中盤ぐらいから、まあ、ローテーションずっと回り始めた頃からやっぱそういうのもあって、はい、あの投げるときはあの運転してもらったりとか、はい、あの個人的にマネージャーをつけて、まあ、投げるときはって言ったら嘘か前日やな、あのマネージャーをつけて運転してもらって車っていうので行ってましたけど、だから僕運転してなかったですね。あのもうあの30の前半ぐらいからもう運転してなかったですね。20代は運転してたと思うんですけど、運転するのも好きだから。でももうあのそのぐらいになった時はいつぐらいだろう、あでも20代後半かごめん全部嘘やん全部嘘言ってる俺30になるかならんかぐらいからもうそのマネージャーでお願いしてマネージャーつけてお願いして運転してもらった、うん、で僕後ろに乗ってたっすね。はでもう帰りに DVD をね車の中で見てすぐあの焼いてくれるんで試合終わったら、でそれを見ながらあの僕1時間ぐらいかかってたんで自宅まで、それ見て帰るみたいな。へえ、そこではもう反省を終えてしまうって。はあ、うん。ちなみに吉井監督のことでよくまたニュースになるのが、こう投手を守るとか監督と、ね、ぶつかってでも投手を守るって出てきたんですけど、それはスペシャルです。そうこんなのって聞けないんで、あれどうなんやろう。いやでもあの一つそれは思ってる、僕も思ってる。あの今までは試合の勝ち負けっていう、まあもう勝ち負けを関係ないさ、ちょっとそのおかしいけど言葉、まあ投手コーチとしてもう今日はここまでっていう時にやっぱり監督の立場になったら、いやもうちょっと投げさせたいとか、いやここは生かしたいと思うのかなと思って、これを吉井監督と今度ジョニーがね戻ってきたでしょ。ジョニーがまあベンチやると思うんですけど、ベンチコーチとピッチングコーチって2つあるから、ベンチコーチ とブルペン両方行くんで、でどっちか担当、まあ多分ジョニーがベンチにいると思うんですけど、だからジョニーと吉井監督とまあまああのお互いね一緒にやられてるんで、ファイターズの時に、だからまあいろいろこうそういうのをプラン持ちながらやるんじゃないですか。楽しみですね。吉井監督21番になって、ジョニーがねレアードも抜けたら54が空いてくるから、まあ、レアードちょっとまだ分からないですけど、はいはい、ね、あのジョニー54つけたら喜ぶんじゃないやっぱりね、ファンは魂の戻ってもう投げなくていいですけどね、ジョニーはジョニーも無理したらあかんから投げなくて、でもあの人やっぱ体鍛えてるから、なんかもうバンバンねバッティングピッチャーとかでもやりそうな感じですね、うん、とはいえやっぱりね吉井監督もそうだけどピッチングコーチもやっぱ頭使うのね、もう先見て試合中のもうその今やってるイニングじゃなくてその次ぐらいの打順 の流れ見てここかなってなったら、やっぱり前もって電話して、うん、ちょっとこうなった時みたいなのはもう行き当たりばったりじゃないから、うん、そういう意味では本当に頭を使う業種っていうかね、なので皆さんね、これあのバッティングコーチの方もいろんな頭を使ってるんでね、そういう部分はなんか吉井監督からすごく受けましたね。あーやっぱ頭使っていろいろ考えてるんだなっていうのを思いましたね。で最後に誰でしたっけ、もう終わり、もう10分経った、もう13分、マジか、はい、だいぶカットやな、はい、僕が質問したんですよ、はい、やっぱり先発ローテーション、さっきね佐々木朗希の話して、うん、まあもちろんねベテランで言ったら美馬であったり石川とかねいるんですけど、じゃあ監督とブルペンどうするんですかと、はい、あれと、はい、今年増田良くなかったじゃないですか、うん、まあ今年だけかもしれないし、まあここの先分からないけど、でまあブルペン結構大変やったから、でしかもニュースでさオスナがさあれどっかが調査してるとかさ、うんうん、いろいろ言ってるから、はい、監督ブルペンどうするんですかってなって、はい、ねっていう話を書いてもらった時に一人ね中森、中森もまだ体あのできてなかったけど、はい、少しずつ体ができてきたっていうのは、はい、唯一ねその名前をねあの若い子のピッチャーの中に出してください、すいません高森でも
彼がねどう思うかは別としても、そうやってまあその以外の選手にもいろんなそのさっき言ったけどやっぱ考えてるからいろんなプランがあると思う中でやっぱりそのブルペンで僕すごい重要と思うから、はい、今だからマリーンズのピッチャー陣もやっぱそのブルペン取りに行かなあかんよね、うんうん、今年ね小野文也とかねあの頑張ってくれたけどやっぱりねあの左も出てこなきゃいけないと思うしね小沼もないろいろ使ってもらったりしたからやっぱその辺もやっぱ投手力かなってやっぱ僕は思うからよりちょっとあの競争も激しくなって、まあ、頑張ってほしいなと思うんでね、はい、はい、今回は以上です。ありがとうございました。